はい、こんにちは、こんばんは、ゆうまるでございます。今回はですね、岡山県の釣り場紹介といたしましてですね、ネットやね、雑誌には載っていない注意ポイントや潮の流れとかですね、リアルタイムな情報をお届けできたらなと思います。今後もね、何箇所かに分けてお届けできたらと思います。まずは岡山県玉野市近郊の釣り場紹介6箇所からになります。どうぞ。はい、まずは超有名なポイント宇野港からのご紹介になります。22県道ですね、ずっと南下してきて、この宇野駅を越えて、もうどんつきまで行っちゃってください。フェリー乗り場なんかがあるんでね、もう場所はすごく分かりやすいです。で、駐車場も完備されておりまして、こっから入ります。あんまり多くは止めれないですけどね、こんな感じです。で、僕の好きな遊漁船瀬戸内フィッシングツアーズさんもこの玉の湯さんから出船となっております。常夜灯もついてるんでね、夜釣りもできます。でね、こういう釣り禁止の看板があるとこでは絶対釣りをしないようにお願いします。この駐車場のすぐ真横でも釣りができます。ここはね、カサゴ、メバル、ハゼとかね、あとベイカとかですね、アオリイカ、コウイカとかも釣れちゃいますね。で、そのままこちらへ歩いていって、この隅っこですね、ここ実はね、僕がカサゴ、夜釣りですけどね、爆釣したところになります。そしてさらに奥、もうドンつきですけどね、これ見てください。この広い、ここがね、全部釣り場ポイントとなっておりまして、夏とかはね、もうここびっしり人がもうずらーっと並ぶようになっておりますね。一応柵はないので、お子様とかはね、ちょっと要注意となります。そして人気ポイントがこの東側にあるこの角っこですね。はい、ここがもう潮目が出てますね。めちゃくちゃ潮通りがいい場所となっておりますね。なんとここは両型のマダイやアコウ、マゴチ、ヒラメなども釣れます。水深も 5m、10m、 結構深いところなんで、ハイシーズンになるとショアジギをする方でもうずらーっと並びますんで、場所取りは必須となります。でね、こんだけ芝生とかね、遊ぶところもいっぱいありますんで、お子様連れでも大丈夫かなと思います。ちゃんとね、男女別のトイレ、ちゃんとしたトイレもありますんで安心ですね。そして真夏は是非立ち寄っていただきたいお待ちどかき氷屋さんでございます。さあ、夜釣りのメバルで有名な富士海岸、もう釣り情報などでもね、よく挙げられていますが、いまいち場所がわからないという方が多いみたいで、拡大図も載せておきます。ここですよ。目印は玉野市城下センターの南側の護岸となっております。入り口はですね、ちょっと小さな漁港となっております。そして西側に見える大きなクレーンがいくつもありますが、あれは三井造船でございます。なので宇野港と三井造船のちょうど間ぐらいにありますね、富士海岸でございます。はい、そのまま歩いていきまして、この角あたりはですね、投げ釣りされてる方が結構いますね。で、この真下はですね、ちょっと岩だらけなので、根がかりとかにね、注意していただきたいですね。はい、そしてここから先がメバルポイントでございます。真下は相変わらずの岩礁地帯ですね。そしてここが結構潮通しが良くてですね、大潮の時なんかは潮がぶっ飛んでる場合があるんで、ベテラン向きになるかもしれないですね。で、ここまでは常夜灯が2つあるのですが、ここから先は全くありませんので、夜釣りをされる方、真っ暗なのでご注意ください。はい、そしてまたこのドンつき手前まで来ると、またここにね、大きな石がね、ゴロゴロと下ありますので、ここは結構大きいんでね、気をつけてください。そしてここがドンつきとなります。で、この先はね、もう行き止まりなんで、ここまでとなります。このドンつきはですね、青物ハイシーズンになるとかなり人気のあるポイントなので、もう場所取りは必須となります。ブリ、ハマチ、ヤズがね結構上がってきますね。そしてご注意いただきたいのが、ここから南東へ 50m 先ほどでしょうか、大きな絞りがありますので、私もねここでルアーをいくつもなくしておりますのでご注意ください。こんな感じでね結構距離はありますんでね。でゴミを捨てると法律により罰せられます。これはもうどこでも一緒ですね。はい、国道430号線からちょっと入ったとこですね。この民家を通り越してドンツキまで行きますと、迎え響港が現れます。ここも結構大きな漁港となっておりまして、鳩がね3本出ておりまして、釣り場もポイントがね点在しております。砂浜もこの奥にありますね。で魚種も豊富となっております。でこの日がですね、風が強くてもうこんな感じで、ちょっとこの先が砂浜なんですがね、ちょっと断念したいと思います。ごめんなさい。でこの一番南側の鳩は赤灯台がありまして全部ポイントとなっておりますが、ちょっと細いかもしれないですねこの上は。で釣れる魚種なんですが、ウミタナゴ、チヌ、アオリイカ、メバルなどが主な魚種となっております。でやはりこの先の赤灯台の周りが人気ポイントなんですが、私はいい思いをしたことがありません。昔はマダイなんかも上がってたみたいなんですが、噂によると最近はちょっといまいちなようです。でこの構内なんですが、ヒラメもワンチャンありかなって感じです。水質も結構綺麗ですね。で夜は常夜灯もこうやってありますんで、メバルなんかも私も結構釣れました。はい、続きまして真ん中の鳩へ移動してまいりました。ここはね歩いても来れるし車でも移動できます。結構広いんでね構内。はい、で真ん中の鳩も水深がですね竿1本分ぐらいありますかね、外側は。そして常夜灯もありますので夜釣りもしやすくなっております。で 10m ぐらい先ぐらいからドーンと落ち込んでますんでね、水深も深くなっております。はい、そして一番北側にある短い鳩なんですが、ここは下がですねスリット状になってますね。はい、そしてここの海底部はもうほぼドベになってますんで、でもまあチヌのね団子釣りや深瀬釣りされてる方がね結構いますね。はい、そして新光丸さん、渡船屋さんですけどね、昔よく使わせていただいてましたね。はい、ここはちょっとした穴場になるかもしれませんね。多摩港というところですが、もうカサゴ、メバル狙いのみの場所となっております。ここはですね結構大型が出る場所なんですね。でこの岩の向こうへ投げるような感じになりますね。はい、で水質もかなり綺麗でもう透き通ってます。こんな感じでちょっと干潮の時はやりにくいかもです。はい、そしてここは旧宇高国道フェリーの乗り場ですね。フェリー乗り場ですけど、ここもねシーバス、カサゴ、メバル狙いで、来られる方が多いですね。カサゴ、メバル狙いはこの敷石の際を狙う感じで、ちょっと小型が多い感じにはなりますけどね。今お昼はファミリーフィッシングの方ですが、夜はねシーバス狙いの方が多いです。はい、そして次、ここがですね日の出海岸といいまして、多摩の競輪場の裏になるところですね。早速穴釣りをされている方がいましたが、潮位によっては可能でございます。そしてここからよくねフィッシングカヤックやゴムボート出される方もいるんですが、このポールが邪魔で私のボートは残念ながら出船できません。ここははい、ここの水質はもうめちゃくちゃ綺麗でね、僕の好きな場所の一つでもあるんですが、そしておすすめなのがこの砂浜の先にあるこの岩場なんですが、メバル、カサゴ、チヌ、シーバス、アコなんかも釣れちゃったりする一級ポイントでございます。でこの先にあるこの離れ小島みたいな岩場、ここがね干潮にならないと歩いていけないんですが、ここでね私大きなマダイを昔釣り上げたことがあるおすすめポイントであります。はい、そしてこの裏にある砂浜から私はミニボートを出していますが、もうちょっとね潮が引いたら広くなります。そしてここも有名なポイント、新太港でございますね。ファミリーフィッシングの方も多い場所であります。で個人的にはね、僕ここが高いんで、この壁がねちょっとね怖くてなかなか上がれないんで、僕的にちょっと苦手な場所なんですけれども、はい、こんな高さちょっとね 1m、2m 弱ぐらいあるんかな、もう見えないんで普通に歩いてたらこんな感じで。はい、昔はですねはしごがあったんですが、今なくなってますね。でここね大型船も係留されてますんで、気をつけて釣りをなさってください。でここは両型が結構出るポイントなんでね、楽しめるかと思います。この港内もワンチャンヒラメありかもしれません。はい、そして新太港からですね県道466号線を北上しますと、なんと貯木蔵というところがあります。ここがドン付きですね。で現在は使われていない旧貯木蔵になります。でここはね大型のチヌとかがね上がったりしましたんで、結構穴場になるかと思います。でこの奥をズドーンと行くとね、行き止まりで投げ釣りされてる方がいまして、お話聞いてみるとですね、アナゴカレー狙いだということです。なんでねそういった感じのも狙えるかと思います。まあちょっと木なんかがあるんで投げる時には要注意でございます。はい、いかがだったでしょうか。ですね、結構ポイント探しをやってた時期があったんで、もうほんとオーソドックスなとこしかご紹介できてませんが、草木をかき分けてね入っていくようなところとかも実際あるんで、もし本当にそういうところをお望みの方は、また Twitter の DM とかねいただけましたら、こっそりとお教えすることもできますんで、漁業関係の方に迷惑にならないようにだとか、常連さんに迷惑にならないようにね、一応配慮してご紹介させてもらってますんで、全部が全部ね、詳しくはお伝えはできないんですけど、何か質問とかあれば、Twitter の DM とかでね、ご質問いただけましたら、答えれるところはお答えしますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。